それでその話の中で出てない内容をこれから話しますので、一番最後で あれですけども、気分転換の意味でちょっと聞いていただいたらいいと思います。でなんとかですね、このケニアでもう少しこの活動を増やして、ケニアの人たちにもったいないというのを理解してほしいんだということに行きました。外務省の役人がなかなか理解してくれなくてですね、えいやとばかりに、小野さん、先ほどの理事長と私が安倍夫人のところに行きました。安倍夫人と首相官邸に行きました。で安倍夫人が会ってくれましてね、聞いてくれましたね。あの人すごいですね。その晩に首相と話をしてですね、首相からすぐ連絡が入ってですね、ぐぐぐぐっと回って今年予算つきました。8000万もらいましてですね、それで今年この村に2つの村に入ります。これから入ります。あのご夫婦のホットラインすごいですね。まあそんなんで、現地からはですね、この村の人たちは最初本当に疑ったんですけども、やってみていいと、これはいいという、そういう理解を得ましたし、それから京都の NGO 団体でですね、我々がこんな活動した時にほんまかいなと、実は団体もですねちゃんと理解してくれましたね。で私はこういうことを言ってまして、エコサントエリアはもったいない運動の核心ですと。人口増加を続けるアフリカ地域は食糧難に直面していますが、それを克服する基本技術となり、さらに環境文化創造になります。一方人口減少の日本は高度な環境国家に進みますが、それは徹底した人の糞尿資源の循環、水循環国家を目指すことになり、世界に共通する社会建設の言葉、もったいないが広がります。これが私の結論でございます。ご清聴ありがとうございました。